タブキー、タブキーはタイプライターやワードプロセッサ専用機あるいはコンピュータ用のキーボードのキーの一つでカーソルを次のまで移動させるキーである。もともとはタイプライターにおける図表作成機能のために使用された。タブはタブヤレイターまたはタブヤラーの略でタブヤレイトとはデータを表にするという意味である。英文タイプライターではキーを打つと 印字の直後に用紙を左に送り、次の印字に備える。すなわち用紙を基準に見ると、印字しようとする位置が右に1文字分ずれる。同様に、スペースキー、スペースバーを押すと、印字せずに1文字分ずれる。タイプライターで表を作るとき、当初は、スペースキーやバックスペースキーを使って、文字の間の空白を手動調整して入れていた。これを簡単にするために、 ページの横幅全体にわたる水平の棒に可動式のレバー、これをタブストップというをセットし、タブキーを押すと次のタブストップまで用紙が移動するメカニズムが加えられた。当初タブストップは手動でセットしていたが、後にタブセットとタブクリアのキーが設けら等間隔のタブストップが自動でセットできるようになった。このタブの機構は 各段落の最初の行を一様に字下げ、インデントするためにも使われるようになった。最初のタブストップは5文字目から6文字目に設定されていたが、これは活字を組む際の字下げよりもはるかに大きかった。タブの機能はコンピューターにも持ち込まれた。タイプライター同様、クワーティ配列のキーボードでは、Q の左隣にキーが置かれた。 タブキーを押した時の挙動はアプリケーションソフトウェアによって様々である。ワープロソフトやテキストエディタではカーソル位置にアスキーのタブ文字、口実を入れるか8文字や4文字ごとに設定した基準線、タイプライターのタブストップに相当まで空白折れる。ソフトウェアによってはタブ位置を自由に変更できたりタブの直後を左揃えに揃えるばかりでなく 中央揃えにしたり右揃えにしたりする機能を持っているものもある。タブは通常の日本語文書やオーブンタイプライターのように文字送り幅が等しい。等幅という場合には仮にこれがなくてもスペースを1個から数個置くことで代用できる。しかし通常のオーブン文書や一部の日本語文書のように文字送り幅が文字によって異なるプロポーショナルフォント場合には 行の途中で縦位置を揃えるためにはタブが必須である。表計算ソフト等ではタブキーを押すとカーソルを次のセルに移動しシフトキーとタブキーを同時に押すと前のセルに移動する。多くの GUI のアプリケーション、特に Windows ではタブキーを押すと他のウィジェット、ボタンなどにフォーカスが移動する。これにより マウスを使わなくてもキーボードだけで GUI の操作ができるようになっている。これはもともと IBM のコモンユーザーアクセスの設計の一部であった。MAX ではこの機能はフルキーボードアクセスと呼ばれている。タブは部分的に入力されたテキストを保管するのにも用いられる。例えばいくつかのコマンドラインインターフェースでは コマンドやファイル名の最初の数文字を入力して、武器を押すと、入力した文字で始まるコマンドやファイル名に保管される。今日の途中で縦を揃えるために、縦に1本ないし数本の基準線を設け、その基準線まで、右方向に空白を設けることを水平タブという。一般に、単に、タブといえば、この水平タブのことを指し、これまで説明してきた。 タブはすべて水平タブである。コンピュータでは水平タブの他に垂直タブもあった。これは垂直方向に間隔を空ける際に、開業コードを複数個送る代わりに一つの垂直タブコードで済むようにしたものある。垂直タブコードを受信したとき、プリンターでは縦方向に6行ほどずれ、コンソールでは下位置を維持して開業する。アスキーでは、 制御文字として水平タブに Q が割り当てられているユニコードも同様キャレット記法ではコディチェ1となり一般的なキーボードではタブキーのほか、でも入力できる C 言語など多くのプログラミング言語ではエスケープ文字を使ってコディチェ2で文字列中にタブ文字を入れることができる垂直タブには ASCII では1111進数では 0XB が 割り当てられているユニコードも同様。キャレット記法ではコディチェ3、エスケープ文字はコディチェ4である。e b シュディックでは HT は5、VT は11である。当初のプリンターはタブがどこに設定されているかを示すために機械式のタブストップを使用した。水平方向は可動式の金属の突起で垂直方向はのパンチ穴で示された。当初は プリンターにセットした用紙に、すでに印刷されている伝票などの様式に合わせて、タブストップは、手動で設定された。後に、別の制御文字を使用して、タブの設定と解除が行われるようになった。ISO6429 には、コード 136, 水平タブの設定13、137, 水平タブの行揃えと 138, 垂直タブの設定が含まれいる。 実際には設定可能なタブストップは固定のタブストップに急速に置き換えられた。水平タブは8文字ごと、垂直タブは6行、一般的には1インチごととするのがデファクトスタンダードとなった。印刷プログラムは用紙上のどんな位置へでも移動するために必要なスペースや開業を簡単に送ることができ、これはタブストップを決めるモーダルで非標準な方法よりもはかに信頼できた。 タブ文字は単に複数のスペースや改業を一つのコードで送るためのデータ圧縮用として使われるようになった。8文字の水平タブが普及したのは八ガニの類状であり、当時のデジタル電子機器で扱いやすかったためである。各種データの交換用に対応されるコンマ、セッパーイテッドバリューズ、CSV、コンマ区切りテキストの形式の一つとして、各フィールド、項目の区切り文字、 デリミタにタブコードが使われることがあり、これをと呼ぶ。表計算ソフトやワープロの表からデータをコピーした時やデータを貼り付けるときにタブ区切りのテキストが使われる。HTML ではコディチェ5やコディチェ6で水平タブを表現できるが、HTML では水平タブを含む空白文字の連続は一つの空白として表示される。ただし、コディチェ7であるが、 1> XML 1.0や HTML では使用できない。ユニコードでは水平タブ、垂直タブのコードポイントは ASCII と同じである。正規文字の図形表現として以下のものがある。ユニコードにはタブキーに刻印される記号もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。